どうも、皆さんこんにちは。渡辺です。この動画は、自分に合うヘアカラーを探していく動画になります。なので、一緒に皆さん探していきましょう。皆さん、パーソナルカラーってご存知ですかね？これを知るだけで、自分に合う色がわかります。例えばですけど、髪の毛の色だったりとか、あとはメイクの色、ファッションのね、洋服の色。自分に似合う色を知ることで、より可愛くなります。ざっくり言うと、イエローベースとブルーベースに分けられます。その中でも、スプリングオータム、サマーウィンター、この4つに分岐されます。では早速、自分がどれに当てはまるかチェックしていきましょう。じゃあこれからいくつか質問をしていくので、自分はどれに当てはまるかってことをチェックして覚えておいてください。じゃあ第1問目。あなたの目の色は？ A は明るいブラウンか、ソフトなブラック。ガラス玉のようにキラキラしているか。 B はダークブラウンかブラック、落ち着いた印象になっているか。 C は赤みのあるブラウンかブラック、優しい印象になっているか。 D はブラックか赤みのあるダークブラウン、黒目と白目がはっきりしているか。じゃあ第2問目。あなたの肌の色は？ A、 肌の色は明るいオークル系で皮膚が薄めなのか。 B、 肌はオークル系でマットな肌感か。 C、 明るいピンクの肌、質感はややマット肌。 B、 ピンク系の白色肌、ダーク肌。あるいは黄みがかなり強いオークル肌、肌にツヤがある。じゃあ次第3問。日焼けするとどうなるか。 A、 日焼けはするがすぐに元に戻る。 B、 日焼けしやすく元に戻りにくい。 C、 赤くなって日焼けしない。 B、 やや赤くなってその後日焼けする。第4問。肌に馴染むアクセサリーは？ A、 キラキラした明るいゴールド。 B、 黄みの強いゴールド、つや消しゴールドとブロンズ。C、 優しい光沢のあるプラチナシルバー。 B、 ツヤのあるプラチナシルバー。次は第5問目。周りから褒められる口紅の色は？ A、 ピーチピンクなどの明るいオレンジ系。 B、 オレンジベージュなど落ち着いたオレンジ系。 C、 ローズピンクなど明るいローズ系。 D、 風車ピンクなど鮮やかなローズ系。第6問。苦手だと思う口紅の色は？ A、 ワインレッド。 B、 ローズピンク。 C、 オレンジ。 D、 オレンジベージュ。第7問。ベージュとグレー、どちらが得意？ A、 明るいベージュを着ると顔色がよく見える。 B、 落ち着いたベージュやブラウンが地味にならない。C、 ライトグレーやブルーグレーを着ると肌が綺麗に見える。B、 暗めのグレーで顔の印象がはっきりする。第8問。周りからよく言われる印象は？ A、 明るい、キュート、可愛い、年齢よりも若く見える。 B、 落ち着いている、大人っぽい、ゴージャス、ナチュラル。 C、 ソフト、優しい、エレガント、爽やか。 D、 シャープ、クール、華やか、印象的。はい、ということで皆さんね、 ABCD でチェックしましたでしょうか。じゃあ今チェックしたものをベースにパーソナルカラーを紹介していきます。 A にチェックが多かった方はイエローベースのスプリングタイプです。この方は明るくてクリアな色味が似合います。なのでもう本当にね、こういう色を身につけると実年齢よりも若く見えるっていう風に言われてます。で、可愛らしい印象になるので、コーラルピンクだったりとか明るいオレンジ系が似合ったりします。ベースカラーとしてはベージュがあればいいかなと思うので、ヘアカラーとかも薄いオレンジベージュだったりとかピンクベージュの方が結構お似合いになるかなと思います。次に B が多かった方はイエローベースのオータムです。で、この方は秋のイメージなので、深みのあるスモーキーな色が似合います。で、この方が似合う色はやっぱりカーキだったりとかテラコッタ、落ち着いたベージュだったりとかブラウンを身につけたりとか入れてあげるとお似合いになります。大人っぽい印象になるので、でヘアカラーだったりとかもちょっとね、深みのある落ち着いたスモーキー系の色、まあこの中でもね、オレンジ系のちょっとスモーキーな感じだったりとか、カーキ系だったりとかテラコッタ系のスモーキーな色を入れてあげるとお似合いになると思います。 C が多かった方はブルーベースのサマータイプです。
夏のイメージなんで淡いブルーベースの色だったりとかグレッシュな色がお似合いになります。で、お似合いになる色はベビーピンクだったりとかパステル系の色、この中で入っている色ですね、こういうのは似合います。ベースとしてはグレーだったりとかネイビー系の色がお似合いになります。このタイプの方は落ち着いた感じなんですけど、どこか上品なイメージのカラーリングがベストかなと思います。で、淡い感じのブルージュだったりとかグレージュ、こういった色がお似合いになります。D が多かった方はブルーベースのウィンタータイプ、この方は冬のイメージなのではっきりとした暗い色味がお似合いになります。お似合いになる色は鮮やかな赤だったり青、あとはモノトーンだったりとか深緑の色とかもお似合いになります。ベースとしてはグレーだったりとかネイビーブラックとかもお似合いになります。この方は、クールだったりとかの印象になるので、似合うヘアカラーに関しては、ブラックだったりとか、ブルーブラック。こういった感じのちょっと落ち着いた濃い系のカラーがお似合いになります。ちょっとカラーで遊びたい方に関しては、バイオレットだったりとか、ローズピンクだったりとか、ちょっと濃いめに入れてあげると、おしゃれも楽しめると思います。はい、ということで、今日はね、ブルーベースとイエローベースの春、夏、秋、冬について紹介させてもらいました。これを知っておくと、例えば買い物に行った時にメイク用品だったりとか、あとお洋服で美容院行った時のねヘアカラーだったりとかで自分に合う色がもうね分かるじゃないですか。そうするとねちょっとテンションも上がりますし、周りからの印象も良くなったりもしますので、ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。ちょっと人生変わるかもしれないですよ。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。